はい、こんばんは、山城と申します。さあ、ね、前回の動画でね、リスクホメオスタス理論っていうね、なんかちょっと、珍しくちゃんとした話をねしてみましたけど、今回もねちょっとね、いい話なのかな、たまにはねちゃんとさ、ね、名言とかそういうのをね見ていきましょうということで、故事成語ですね、やっていこうということでね、これね私の好きなね言葉なんですけど、今のね政治とかを見るときにね、とかね、いろんな日本社会を見るときにすごくね大事になってくるんじゃないかなと思うんでね、これ開けとこうと思います。今回あげるのはね、ちなみに引用はですね、ちょっとすいません、ボロボロで申し訳ないですけどね、このね、森谷博さんとかね、中国古典一日一元という本がありましてね、PHP 文庫さん、また PHP だな、たまたまですけど、出している本からちょっと引用させてもらいました。まあ、元はこれですね、中国古典の、論語ですね。論語の、言葉になっております。論語の中にこういう言葉があるんですね。君子は和してどうせず。小人はどうして和せず。っていう言葉があるんですね。これね、どういうことかというと、いや、君子は、まあ、頭のいい人というかね、とかですよね、いわゆる、頭のいい人、ね、いわゆるエリートというかね、そういった、ちゃんとした賢い人、賢人とかね、賢い人よ、賢い人ね。で、小人っていうのは、まあ、凡人とか、まあ、要は、バカっすね。バカというか、愚か者とかね、そういうような感じのイメージでいいかな。バカというか、愚か者みたいなね、イメージでいいかなと思うんですけど、小人ね、君子は和してどうせず、小人はどうして和せずとかね。これ、実は中国の言葉なんですね。ね、中国の人もこれ、ね、頭の人は、和を、大事にして、どうにはならないよと。で、小人、バカな人は、どうになって和せずっていうんですね。で、この和っていうのはまさに日本でよく言われるね、ね、それこそ聖徳太子の和を持って尊しとなすとかって言ってね、使われますね、和ということ。あ、思ったより薄いな。もうちょっとこういうのないかな。いや、和という言葉がありますね。それと別で、これは、道という言葉、道という言葉が出てきます。この二つどう違うのかというとですね、同じように、こうね、なんかね、イメージとしてはなんか同じようにね、今の日本では同じようなイメージ使われますけど、実は本来和という言葉は、まあ自分の意思を、持って、相手と、話し合うとか、そういうような時とかですね、道というのはまさに賛同とかで使われるように、全く同じ意見になるということなんですよね。つまり、なんて言ったらいいのかな、和っていう字は、会えるって、これ、訓読みすると会えるってなるじゃないですか。会えるって使い方です。どうっていうのはどうなんですよね。どうって、同じか。同じとかって使い方します。同じとか。ね、だから、料理で言うなら、会えるっていうのは、ね、よくごまをあえるとか言うじゃないですか。ね、ほうれん草にごまをあえる。ね、こう、ぐるぐるっとね、ボールでね、ごまを入れて、まあ、おひたしにね、ごまを入れて、絡めて、ごまえとかって言ってたりするんですよね。つまり、一緒に、にはなってますけど、でも、ごまはごまの形してますし、ほうれん草はほうれん草の形をしてるんですよね。これがごまえじゃないですか。これが、どうになるとどうなるかって言ったら、ミキサーで全部混ぜちゃうイメージですね。ミキサーで、ジュースにするような感じのイメージ。うん。ですので、もう全部全く一緒のものにしてしまう。のに対して、本来の和っていうのは、あえるイメージなんですね。ごまえとかのイメージなんですね。うん。っていうようなイメージで。で、詳しく言っていくと、本来ですので、和があるっていう状態っていうのは、ですね、和を持って尊しなすとかで言われるような和というのは、これ本来の意味の和の方で、この、和というものには、いわゆるけんけんがくがくと言いますけどね、かんかんがくがく。ちょっと字が難しいんで、
あれですけど、まあ、出しときましょう。カンカンガクガクとかって言ってね、わーわーと言い合いをするとかね、言い争うとかね、そういうようなね、くったくなく話し合うなんて言うときにね、よくとか言います。石原さんね、前の都知事の、石原慎太郎さんなんかよくね、記者会見で、ね、こういう問題はカンカンガクガクね、しっかり話し合うことかで大丈夫だ、大事だっていうね、よく言ってましたけど、実はこれすごくね、和という言葉の意味を知るという意味で大事なんですよね。本来和という言葉というのは、みんなが同じ意見で、まあ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 、間を取って、まあ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 合わせときましょうということでね、折り合いつけてっていうのが、ね、今では、まあ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 ね、まあまあまあ、ね、そう、ね、ね、尖った A の意見があって、こっちの意見の人とかね、あったら、まあ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 、間を取ってとか、ね、まあまあ、よくやるじゃないですかね、日本では。うん。ね、折衝して、折半して、ね、まあ、日本はね、和の国ですからね、そんな、いがみ合ってはいけませんよとかって言ってね、言い争いとかするっていうのがね、それはダメだ、喧嘩はダメだというかってね、よくあるんですけど、実は本来の、それはですね、実は道なんですよね。全く同じ意見に全部してしまうっていう、で、いうことなんですよ。で、本来の和というのは、そういうのを、があってこその和なんですよ。言い争いとかですね、そういう、俺はこういう意見だ、いや、俺はこういう意見だっていうのを、わーっと言い合って、その中から、ね、最善の策を探していくっていうのが本来の和っていう意味なんですよね。で、その和という意味が、なんかいつの間にかね、この戦後の日本ではですね、どうの本来意味が、和とすり替えられてるんですね。これ多分ね、多分、マスコミメディアとかそういうところのね、結構記事とか読んでいくとだんだんこうなっていくんですよね。で、頭の人に限って、日本で頭がいいと言われるね、君子のふりをした人は、こうして わらわらと言ってるんですけど、実はそれはどうじゃないのっていうね。だから日本の賢い人って、あれだな、なんかこういうようなね、そんなもん、ね、日本のね、エリートの皆さんがそんな、みんなこんなんだとは言いませんけどね。でも、大体日本で和っていう言葉とかって、まあ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 ね、日本はね、ね、まあ和やかにね、和、ね、そんなにね、まあ間を取ってとかね、いう人はやっぱしこっちなんです。本来日本の和という和を持ってどうとしなすとして、する和はこの、中国に入っているこの、君主和、和氏同説の和なんですね。ということで、これを分かってくると、本来、和という言葉の意味。そうすると、こういったね、和ということについて考えると、いろいろ分かってくるんじゃないかな。ということでね、まあ、今回はですね、ちょっと、ね、ちょっとたまにはね、ちゃんとしたこういった故事成語っていうのもね、それなりにやって、ね、そういうのもやってますよっていうことでね、たまにはちょっとね、頭の良さそうなところも見せとかんとね、バカな動画これから明日撮りますから、さ、そんなことは置いといてもね、予告はしときますけど、ということでね、今回はですね、この論語から、君子は和して同説、精進はどうして和説っていう言葉ね、紹介させていただきました。これもでね、ちょっといろんなね、例えば国際情勢に対するね、日本の立場とかね、じゃあ日本がどうあるべきなのかとか、ね、それこそ会社の中の会議とかでも、いや、果たして、そう、これ和というものを持って、本来の和というものを持って考えていくと、いろいろな問題が解決できるんじゃないかな、なんて思ったりもするわけでございますので、ぜひよかったらご活用いただければと思います。ということで以上でございます。ご視聴ありがとうございました。